育成財団のブースです。お話伺ってみたいと思います。こんにちは。こんにちは。ようこそいらっしゃいました。高柳です。よろしくお願いします。石橋です。よろしくお願いします。石橋さん、ジュニアゴルファー育成財団というのはどういうふうな取り組みをされているんですか？はい、まずはその取り組みを説明する前にですね、ご案内したいのが、はい、公益財団法人というふうに書いてあると思います、はいはい、これはですね、あまり聞き慣れないかもしれませんけれども、一般にですね、財団というとですね、一般法人が多いんですよ、一般財団というの、はい、そうですね、ところがこれは公益がついているということはですね、内閣府の認定で安倍首相からですね、許可をもらうという大変ですね、重たい、財団でございます。そして、はい、ゴルフというのはね、どちらかというとね、どうでしょう、団塊の世代っていうことも分かりますか？まあ皆さんから見たらおじいちゃんたち あのプレーヤーが非常に多い世代がね、はい、でその方々たちがですね、2025年問題っていうんですけれども、後期高齢者に突入するというですね、日本の経済にとっても大変ですね、いろんな意味で難しい時代がやってくるんですよ、はい、ところが、ゴルフの裾野を広げておかないと日本のゴルフ業界の将来はないと、はい、ということで平和グループのファウンダーである石原正幸氏がですね、地元出身なんですよ、沖縄のそう、はい、その方がね、はい、の発案で、私に理事長を受けないかということで喜んでということで、それからお声掛けした。そしたらですね、はい、なんといいですか、すごいでしょ、理事が青木功さん、樋口久子さん、日本のゴルフ界を代表するんじゃありませんよ、これは世界のレジェンド、ゴルフ界の、そうです、ね、アメリカのゴルフ殿堂入りしているお二方がですね、日本が誇るやろうじゃない、はい、いうことで言っていただきました。どういうふうな取り組みを、はい、裾を広げる、まずですね、養護女性、個人女性、団体女性とありますけれども、説明しますと、はい、養護女性、いきなりですね、スチールのですね、金属の重い、いわゆる道具で、はい、レッスンするんでなくて、スナックゴルフ、あ、今これやってますね、スナックゴルフ、ほら、プラスチックでしょ、はい、でボールはね、テニスボールのちょっと小型みたいなもの、そしてですね、ここはカップじゃなくて、マグネットのボールがあって、ここにちょっとこうくっつく、非常に安全、安心な、はい、遊びなんですよ、遊びじゃなくて、ゴルフの入り口、じゃあ、お子さんにはもうぴったりですね、そうです、小さなお子さんがですね、そんなお金をたくさん使うスポーツにというところですね、そういうところを少しずつですね、女性をしようということの試みでございまして、はい、その他にね、はい、個人女性素晴らしいんですよ、はい、実はですね、女子でですね、畑岡奈紗ちゃんって聞いたことあります？今もう大活躍ですよね、アメリカで大活躍している畑岡奈紗ちゃんも、はい、ジュニアゴルファー育成財団から女性をずっとしてました。へ、今はまだね、はい、若い方々ばっかりですけど、これからじゃん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 プロもアマチュアも増えてきますけれども、はい、皆さんおそらくゴルファーはジュニアゴルファー育成財団の名前を知らないゴルファーはいないぐらいの財団ということでございます。この取り組みはいつからされてるんですか？これは6年前に、はい、始めたんですけれども、はいはい、2013年からそうです、あ、でもこうやってグラフで見るとすごい分かりやすいですけど、もう助成金の金額がかなりすごいですよ、上がっていますね、はい、それだけやっぱり有名になってきたということだと思います、はい、じゃあこのジュニアゴルファー育成財団でバックアップされたそのジュニアゴルファーたちがいずれ日本のプロゴルフ界を盛り上げてくれるということですね。そうなんです。それだけじゃなくて活動ですね、2020年東京オリンピック、はい、ゴルフ、はい、種目に入っていますよね。ですよね、はい、その中には我が財団から育っていった子たちが出ますよ。そちらもかなり楽しみですね、はい、ワクワクしてます。はい、いや素晴らしい活動ですけれども、これからも活躍楽しみですね。楽しみです。ジュニアゴルファーの方々の、はい、はい、今日はありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。